島中学校2年宮原ライド13歳です。今回のハワイは2回目です。印象的なポイントはパイプラインです。レイトテイクオフやスピッツなどを見れたり感じたりして、それが刺激になりました。世界最高峰のハワイに来て、先輩たちにいろんなことを学んで最高でした。私は宮崎のいろいろな波を乗りこなせるようになって、来年はハワイの波も乗れるようになりたいです。